俺の名は真柴智和。そして目の前の棺で穏やかに目を閉じている彼女がさやか、妻のさやかだ。先日赴任先で急に倒れ、俺と一人娘の舞を残して行ってしまった。舞のことお願いね。何言ってんだ、死なないでくれよ。あいつは自分が死にそうだってのに最後まで舞のことを心配していた。舞はまだ3歳、人が死ぬってことを理解できる年じゃない。ねえパパ、ママはいつ起きるの？ママはすっごく眠いんだって。あまりにも娘が不憫で涙が止まらなかった。それからすぐに舞を妻の実家に預けた。というのも真柴先生、急患が。すぐに行く。俺は総合病院の医師で毎日帰宅が遅くなるから日付が変わることもザラだった。まあもう12時か。心身ともに舞のことを見てあげる余裕がなかった。それでも休日には必ず会いに行った。舞、いい子にしてたか。父親として少しでも舞と一緒にいようと努力していた。幸い舞は妻の両親に懐いていたので。舞ばあば好き。ばあばも舞ちゃん大好きよ。舞、じいじは？じいじも好き。今の生活も気に入ってくれてるようだった。屈託なく笑う娘を見てよかった。舞大丈夫そうだな。お母さんがいないことも受け入れられたのかもな。俺は何の疑いもなくそう思っていた。だがそれは違った。全くと言っていいほど。その夜、久々に舞と一緒に寝ていた俺は泣き声。深夜、隣から聞こえた小さくすすり泣くような声で目を覚ました。それが舞の声だとすぐに気づいた。舞、どうした？舞、寝てるんだもん。泣いてないもん。舞は涙を拭いながら寝たふりをしてなかなか答えようとしなかった。俺は舞を抱き上げ、できるだけ優しく問いかけた。どうして泣くのを我慢してるんだ？ダメなの、舞、泣いちゃダメなの。どうして？パパ、なんでか聞きたいな。そうして何度か聞くと、舞はぐずりながらもゆっくり話してくれた。じいじとばあばがね、パパはいつも疲れてるから泣いて困らせちゃダメだって。だからお約束したの、パパといる時は泣かないって。その瞬間、俺は全てを理解した。ってこんな小さな子が母親がいないことを受け入れられるはずがないじゃないか。俺はバカだ。少し考えればわかるだろう。人前で泣きもせず、わがままも言わず、大人に気を使って。ママ毎晩布団の中で声を押し殺して泣いていたんだ。舞のことお願いね。妻の最後の言葉の意味を俺は何も分かっちゃいなかったんだ。舞、我慢しなくていいんだ。思ったことを言っていいんだ。そう優しく舞に告げると、今まで我慢してたものが咳を切って溢れ出したんだろう。ママに会いたいよ。ママのとこ行きたい。舞は初めて大声を上げてワンワンと泣いた。今全て分かった。お家に帰りたい。パパと一緒にいたい。お家帰る。舞にとってお家と呼べるのは最愛の母と暮らしたあの家だけなのだから。それから俺も一緒になって泣いた。舞、ごめんごめん。もう頑張らなくていい。一緒にお家帰ろう。そして決意した。いつもこの子のそばにいてあげようと。翌日、俺はすぐに教授室に向かった。病院を辞めるためだ。君には失望した。早く出て行け。今までお世話になりました。教授は目も合わせてくれなかった。上の先生や先輩医師にもひどくなじられた。お前、医者を何だと思ってんだ。自分勝手も大概にしろよ。おい、やめろって。そりゃそうだ。この忙しい中、完全に自分都合だ。当然と思って受け入れた。と辞めるまで多少ごたごたしたものの、ただいま。ただいま。俺はようやく舞を自分のお家にお迎えすることができた。その後、俺は遅くとも18時には帰れる小さなクリニックに勤めることになり、パパ号発進。ヒヒーン。娘と一緒の時間が舞よりずっと増えた。慣れない家事もしなければならないし、いろいろ大変ではあるが、パパカレーどうだ？普通。正直だな。舞は大人になったら何になりたい？舞ね、パパみたいな優しいお医者さんになる。嬉しいこと言うじゃないか。医者の出世街道から外れたことに後悔は全くない。そっか、じゃあたくさんお勉強しないとな。うん。だって毎日こんな眩しい笑顔が見れるんだから。